おはようございます。ここは JR 徳山駅です。山口県周南市の中心駅で、下関駅に次いで県内2番目の乗降客数を誇ります。今日は、徳山駅の新幹線ホームに上がって、行き来する新幹線を観察してみたいと思います。このように、徳山駅の新幹線ホームはホームの端から反対側のホームの端が見通せないほど大きくカーブしています。曲線半径は1600メートルで、新幹線としては非常に急なカーブです。反対側のホームに来てみました。カメラのズームの関係で若干誇張されている部分もありますが、非常に急なカーブであることがわかります。なぜこのような構造が生まれたのかというと、山陽新幹線の計画当初は徳山駅を経由する予定がなく、現在の国道2号線付近を通り、徳山駅とは別に、新徳山駅を建設する予定でした。しかし、従来の徳山駅に新幹線を停車させてほしい、という地元からの要望が強かったため現在のルートが採用され、このような構造が生まれました。高速通過ができない構造ではありますが、もし新幹線が徳山駅を経由しない計画当初のルートで開業していたとしたら、徳山駅の乗降客数も現在ほど多くはならなかったのではないかと思います。上り6番乗り場には、9時22分発の小玉842号、岡山駅が停車中です。ここで後続ののぞみ14号、東京駅の対比があります。徳山駅は急カーブの途中にあるので、通過する列車は時速 185km まで減速して通過します。2017年の山陽新幹線のデジタル ATC 改善は、時速 170km まで減速して通過していました。7番乗り場には、小玉839号、博多駅が到着です。使用される車両は500系新幹線です。この車両は、2010年までは、のぞみ、として東京、博多間を走行していました。16両編成が組まれていた頃は最高時速 300km での運転が可能でしたが、単編成化やパンタグラフの形状が変更されたこと、また、パンタグラフの側壁が設置されなかったことから環境上時速 300km での運転が不可能となり、現在は最高時速 285km で運転されています。この列車も徳山駅で待避です。間もなく、桜547号、鹿児島中央駅が通過します。小玉839号が待避を済ませて発車しました。今回は、新幹線でもトップレベルに急なカーブが存在する、山陽新幹線、徳山駅の紹介でした。それでは最後に少しだけ番外編です。徳山駅で撮影した後、通過速度の比較のために隣の新岩国駅に移動しました。ここでも同じように通過列車の様子を見てみたいと思います。徳山駅と大きく異なるのは、線路が直線であるということです。
通過列車は速度を落とすことなく通過することができます。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。